はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネルを運営してます久木本です。この日はですね、南九州西回り道路というね高速道路あるんですけども、まだまだね、できてはいないんだけども、水俣から日名区というね、ほんの一部ではありますけどね、ここ通りましたんで、その動画をね、紹介いたしたいと思います。福岡の人にとってはね、まあこっちの高速はねまず通らないというかね、まあ知らないというかね、用事がないというかね、まあそういうこともありまして通らない道路だとは思うんですけどね、たまたま今回この水俣の方から、まあ、北上する方ですけどね、八代手前のね日名湖温泉まで、高速で行くというとこですね。まあただここはねまだその無料なんですよね。まあ知らなかったですけどね、なんで無料なのかもよく分かりませんけども、日名湖から北はね、もう高速出来上がってると思うんでね、そこまではね、北から来るとね、まあ南から行ってもお金がかかるところと有料になるみたいですね。まあそんなことは全く知らずにね、まあ、とにかく、まあ、高速乗ったら無料なんだっていうね気がついたみたいな感じでありませんけども、朝からねこの日は宮崎から、実は真横に移動してね、水俣で帰りはもう3時過ぎになるの分かってましたのでね、途中で日名湖に泊まるというルートになるという感じでね、決めていたという感じですね。で、ここね、まあ、左側見るとこうあの新幹線がねちょっと見えますけどね、まあ、これ山の中をね、通っていくんですね。海っぺた、まあ、西マリアがね海の中かと思いきや、海の中というかね海のそばと思いきやね、山の中にね高速できてて、山を削ってるかトンネルか、あもしくは橋かみたいなね、そんな感じで、しかも対面通行ということでね、まあ、たまにね、2車線ありますけども、ほぼ対面通行というところでね、車も見ての通りね、まあほぼなんかガラガラというんですか、でこれ夕刻ではあるんだけど北向きもね南向きもねあんまり本当いないですよね。まあこんな感じなのでね、まあ当然高速が早くできるわけもないかというとこなんでしょうかね。まあ、この南もね水俣入りましたけどね、もう工事どんどん進んでるみたいでね、多分数年で、まあ、2年ぐらいで1つ2つ先までできるのかなという気はしますけどね。ただそこに用事があるかなっていうとね、何かありますかね、観光地がね、まああればそっちもあるかもしれないですけどね、ただ鹿児島に行くということだけであればね、まあ今のままでも行けるというのもあるし、そもそもね新幹線がなんと1時間半ぐらいでね行けるようになるとね、車で行く気があんまりしないですね逆にね、しかも鹿児島の市内はね、あの観光はね割とそのバスなんか走っててねすっごく便利なんですよね。あれ車で行かない方がいいですね、駐車場が確認ないからね、鹿児島の市内、もしかも桜島もそうだけどね、なんとかビューとか言ってね、あのバスが30分おきぐらいね走ってくるんでね、もう何も困らないですね。で鹿児島の観光はもう手ぶらでもう行ってね泊まるだけでいいんじゃないかな。まああとまあ指宿なんか行けばね、まあレンタカー会社もすぐ駅の前ありますんでね、まあ、そこで借りてちょろっと回ればそれで済むのかな。まあそんな感じだと思いますけども、でたまたまこの日はね別の用事で車で来てるんでね、で車でまた帰らなきゃいけないっていう感じですね。まあただ本当にもうここはねトンネルと橋ばっかりでね、まあ見るものはあんまりないとか、もうその寄るとこがあればね寄って帰ろうということなんだけどね、なんせわからない土地でもあるしね、でたまたまこのね、看板がねデコポンというね道の駅があると
いうことでね、これ見つけなければね、行ってないんだけどね、インターチェンジ出口からね、300メーターぐらい書いてあるんでね、そんならちょっと寄ってみるかということでね、これ仕事なら寄れないですけどね、まあ、普通に、ただの旅行というか、まあ、お仕事は終わっての、あとはもうね、ついでの時間ですのでね、行ってきたというところですね。まあ、なんで寄る人がいるということは、やっぱ看板も大事やなというところですね。で、出たら300メーターということでね、まあ、すぐそこに、まあ、あるんだろうということで、まあ、すぐ、まあ、看板ありますんでね、まあ、300メーター行けば、デコポン。デコポン、デコポン有名ですかね。デコポンという名前の道の駅、行ってきました。まあ、車見ての通りね、まあ、この田舎にしてはまあそこそこ入ってるのかなというとこですけども、まあ中はね、そんな、まあ道の駅もたくさん行きましたけどね、まあめちゃくちゃ変わってるっていうあれもないし、ここもね、そんなその山の上あるわけじゃないから見晴らしがいいというわけでもなくね、まあ普通に道の駅というとこでしたかね。そしてここを出てね、まだ高速乗ってもうちょっと乗るとね、日名区に到着ということでね、まあここまでが無料区間ということでね、今のとこは、まあ、お金がいらない区間になってますね。で、この日お泊まりはね、日名区温泉浜前旅館というとこなんだけども、これ実はもう前日に電話してね、空いてるかということでね、聞いて行ってみましたけどね、こう有名なとこはね、金波楼っていうね、あるんですよね。これ1年前にね、来ましたけどね。まあ、ここに一回行ったおかげでね、ちょっとこの辺は知ってるんだけども、もうものすごいとこでしたけどね、金波楼。まあ、ちょっと値段はね、今回のところで高いかなと、とこありますけども。まあ、今回の浜前さんもね、もう全然知らなくて行ったんだけどね、まあ、部屋ごとに温泉があるということでね、これはこれでね、むしろこっちの方が良い。個人的にはね、どっち行くかって言ったらこっち行きますね、次はね。こっちの方は、まあ、都合がいいというかね、もう二人とか四人で来るならこっちがいいんじゃないかなっていう気がしますね。はい、そんなとこでした。どうもご視聴ありがとうございました。